好きすぎて大好き大嫌い大好きどうしようもなく大好き大好き大好き。おはようございます。今日はちょっとすっぴんがすっぴんで新幹線で帽子かぶってたら前髪がつぶやいてしまったからあまり出演はできない。前乗りをしてキャンペーンをしていたので今日は一番目に入ってメイクしてもらいました。すごいね、なんか差し入れまたいっぱいあって、萩の月とかさっきこれくらいのずんだ餅を食べました。これだ、キクフク前家に買ってった冷凍のまま食べる大福でした。チーズボール、そう、笹かまぼこが有名だから今日の朝ごはんも昨日いただいた笹かま食べました。イエーイ、食べよう、バイバイ。い、本日ゲットゲットチーズボールの星型スタンプ。おはようございます。今日の髪型はお団子です。イエイ、仙台式仙台にやってまいりました。仙台といえば頭サムネなので今日は左目ウィンクにたくさん挑戦したいと思います。イエイ。そして皆さん、かわいいメモリアルは聞いてくれてますか？今日の仙台公演からは皆さんの耳元に届いている状態で披露します。はい、あと皆さん前回のジェンガの回で私のことをジェンができなさそうって1ミリでも思った方は本当に許しませんので、そこのとこよろしくお願いします。今までなかった才能を開花させることができたので、動画マジいい動画です。私たちジェンができますんで、ジェンガの案件待ってます。お菓子ゲット、イエーイ。仙台は全く同じだ、ね、仕入れでいただいてました。沖縄のお土産です。あとでっかいさ、かまぼこを食べた。もう魚屋さんの匂い、いい、悪いみたいな。魚だった。昼間朝ね、昨日いただいたそのかまぼこを食べていただきました。なんかさ、今日、昨日髪切りに行ったんだけど、長いそっか、それでも髪切った。で、前髪も結構変えて、うん、ね、なんかいい感じに出てるな。そうなんよ、前髪がね、最近伸びちゃったから切りました。なんかみんな切る、みんな伸びる、みんな伸びるぐらいになるよね、だいたい。みんな、なんか誰かが切ると切ってるのいいなって思って切ったいな、結構。でもやっぱね、成人式は長いのがアレンジが効くんですよ。そうね、いいね、まだ成人式残ってるのか。1月、今年の、どうしてかないな。わぁ、いいね。でもさ、次は友達いないからさ。そうだよね。なんか、ね、ちょっと大丈夫だよ、寂しいよ。ママとご飯行って。あもう成人だけど。そうなんだよね。好きは。ま、ではさようなら。じゃーん、メイクが終わりました。まだ前髪は完璧ではない。今日は普通に三つ編みツインで、ね、そして私は分かるかな、めっちゃマツパをしました。めっちゃマツパ、マツパ
パーかけたてです。そして今日は笹かまを食べていこうと思います。大きいのもあったけどこっちにしました。いただきます。魚を感じます。おいしいです。ふわふわ。時間がありそう。いや、近い、新鮮だ。近いから。新鮮だ。あ、すぐだわ。いや、私は行きます。シソを食べて、さっぱりシソを食べて。気づいてない、気づいてない。おはようございます。今日もいい調子です。絶対だよ。何？私を映さないってどういうこと？ねえ、カメラ大好きなんだから。ね、やらせてください。1、2、4、5、6。旦那の皆さんのハートに。どうも。私たち超特別先生です。よろしくお願いします。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 はい、はい、はい。OK。あ、どういうことかな。本日は超ときめき宣伝部ハートロックオンホールツアー2023かわいいかわいいかわいすぎだよにご来場いただきまして誠にありがとうございます。超ときめきピンクのおはること小泉はるかです。開演に先立ちましてお客様にお願い並びにご注意を申し上げます。それではまもなく開演いたします。みんなほらもっと夢中になって、仙台公演楽しんでいきましょう。待っててね。伊達政宗、今日伊達政宗はい、じゃあ鍵穴開けていきます。はい、お願いします。かなみ、ジュニア、ひとくん、はるか、あき、ひより、超ときめき宣伝部ロックオン。ガハロー、いくぜよ。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。
手、上手メンバー行くよ。上手メンバー、あの建物沿いを歩いてくださいね。建物沿い。本番でーす。メイキング久しぶりかもしれない今日。輝いてるみたい。傘を回して切れて
さよならグッバイ、昨日にありがとう、雨上がりの街並みは色づいて、傷んだ心のキャンバスに未来のかけらを描いて導いてくれるの。今なら言えるよ、涙の訳も、迷った時はすぐ思い出して、雨が降っても笑えるように、ほらどこまででも行こう、さよならグッバイ。